ツイッターでもね、話題になっててね、最近だとね、ペコちゃん、ポコちゃんのね、うん、親方の明日やろうはバカ野郎。はい。親行さんに質問です。私は食パンが好きなのですが、パンの耳は嫌いです。サンドイッチもあるのですが、どうも具が見えていて、あまり好きではありません。何かいい方法はありませんか？まだね、あまり知られてないんですけどね、山崎パンから出てるね、ランチパックってあるんですよ。四角くて白くて中身はいろいろあって、チョコレートだったりクリームだったりハンバーグだったりいろいろあるんですけど、イタリアの方のね、大富豪もね、おすすめしてましたよ。ツイッターでもね、話題になっててね、最近だとね、ペコちゃん、ポコちゃんのね、コラボしたね、チョコレートが、二人チョコレートが入ってるのがあって、それがすごい話題になってて、味も美味しくて、ぜひ食べてみてください。なんてね。はい、こんにちは。親方です。今日はね、話題のね、おさゆきモノマネをね、やってみました。全然似てねえし。私はね、ちょっとね、下手くそだったんですけどね。ちょっとこれをやってみたかったんでね。これね、さっきの続きですけどね、ランチパックでね、チョコレートのね、ペコちゃん、ポコちゃんが出てるのをね、食べてみたんですけどね、非常に美味しくてね、あと楽しいね、もうペコちゃんの顔、ポコちゃんの顔、1枚ずつ入っててね、美味しくてね、バレンタインも近いしね、本命の方にはね、10枚あげるとかね、一緒に食べるだとかね、そういうのもいいと思いますね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。あとね、ポッキーゲームならぬね、ランチパックゲームなんつってね、カップルでね、やるのもね、バレンタインも盛り上がるんじゃないかなと思います。私もね、ぜひこのランチパックのようなね、肌の色なんでね、これはピンときたらね、山崎さん、私をね、ぜひ CM にね、山崎春のパン祭りなんでね、待ってますんで、よろしくお願いします。ずうずうしいぞ、デジ。以上です。ではまたお会いいたしましょう。バイ。